ヘイヤクムソ、開けてきてと思います。今日はですね、なんとスネイルゲームスの決算発表があったんだけど、そこで一つ大きいアークのニュースが出ました。なのでそれをみんなと共有していきたいなというふうに思ってます。結構ね、これ今までの計画が多分だいぶ変わってくるような話なので、そこら辺含めてですね、今日は新たなマップの今後のスケジュールというところを見ていきたいと思います。それでは本日もくじいきましょう。1つ目決算発表、2つ目新マップの行方で、最後にまとめという形でやっていきましょう。でまず1つ目なんですけど、まず決算発表がありました。でこの決算発表は2024年の、第2四半期という形になってますので、まあ、全体というか、まあ、1つのクォーター3ヶ月の、まあ、中身になってますよというところなんですが、ちょっとねまだね出たばっかりのタイミングで動画を撮っているので、まあ、経済状況がどうかとかっていう部分に関してはまたね後日詳しくやろうと思うんですが、まあ、いつものねやつはなんだけど、1個だけアークのニュースでちょっと速報的な形で、これは結構ねやばいなというのがあったので、みんなと共有したいなというのが、なんとアベレーション以降の新マップのスケジュールがある程度出ましたっていうのが結構ポイントとしてはあるので、そこをねちょっとみんなと見ていきたいと思います。という感じなんで、まずは新マップというねところでやっていきたいんだけど、項目は今回今までねいろいろロードマップとか出てたじゃん、ここら辺がもう意味なくなりますこのロードマップ大々的に出してたけど意味ないからもうもう意味なくて、新しいロードマップ出しましたっていうのがまず今回の話で、で、アベレーションの9月4日日本時間で5日かなはおそらく変わらない、だけどこっからのスパンが変わってくっていう形になってます。でどう変わるのかというと、今まではさ結構詰め詰めに、まあ、2ヶ月ごとに新マップを出していくという形の画像のさやつあったじゃん、ロードマップでずっと言ってたじゃん ASA リリース後。だけど結局これ一度もちゃんとした計画で出てないわけなんですね。ということで今回から新たに3ヶ月スパンでアベレーション以降はマップを作りますというのが発表されました。ということなんで直近で動画を作ったドリーが10月とかにエクスティンクションを出す目標でやってる、出すつもりで作ってるエクスティンクションを10月でっていう話が嘘だったっていうこの秒でバレるなんか嘘をなぜわざわざこの場のみんなが見てるディスコードで言ってしまうのかというところで、早速ではありますが、とりあえず現状としてはそんな感じになってますので、一旦ですね、まあ今回この状況だということは、どういう風なスパンでどういう風なタイミングで新マップが出るのかっていうのをさらに詳しく深掘っていきたいと思うんだけど、まずさっきも言った通り、もう出るのが確定しているのはアベレーションね。アベレーションは9月5日に出ますっていうのがもう確定してます。これはもう確定事項で、なのでまあこっからこれが変わることはないみたいですっていうところですね。でこれを軸に今までの1個も合ってなかった、何一つ時期が間に合ってなかったこのロードマップこれがもう撤回というか撤廃されて、で新しいロードマップはアベレーション以降3ヶ月ずつ出ますという形になりましたので、そういうね今後の流れになっていきますというのが、まあ今回のなんか中身っていうかそういう感じです、はいっていう感じになってるから、まあ、今後はねそういう風なまあ、タイムラインでやっていくのでよろしくみたいな感じで決算報告でスネイルゲームズから今後のアークのリリースについては出ているので、とりあえず次はじゃあラグナロクです。エクスティンクションとかもない次は当然ながらもともとさロードマップで出してたから、そらそうだよなって話なので、まあそんな感じでまずはその3ヶ月単位で出ていくというのであれば、出てくるというのであればマップがねアベレーション9月、次はラグナロクが12月ですね、10、11、12と
で、次は 1,2,3 でエクスティンクションが2025年年をまたいで3月で、そこから、バルゲロが6月で、9月にジェネシス1で、2025年最後12月にクリスタルアイルズで、2026年にジェネシス2が3月に出て、ロストアイランドが、6月っていう感じかな。で、そこから9月にフィヨルドになっているのかなっていうところになるので、まあそんな感じかな。多分抜けないよね。まあこんな感じですっていうところなのでだいぶなんか2026年オーバーみたいな感じで、まあそのあれでしたね、伸びていってしまったという形になっております。はいなのでだいぶね、流れ的にはまあなんか当初の計画よりかはすっげー伸びてるっていうか、まあでもこれが普通に現実的だと思うよ。普通に無理だもん、現状のもうさ、スコーチダースの時点でさ延期に延期だったじゃん。だからまあ無理なんだよね、正直ね、っていうところなので、まあそこで現実的な路線に行こうというような話になって、で最終的にじゃあ3ヶ月スパンでというような感じで、まあ、実際に書いてみるとこんな感じだったねというところなんで、まあ、結構あれかなみたいな。で、さらにそっから多分まだ出てない有料 DLC があるらしいんだよね。これASE の頃のリメイクというかリマスターなんで、アベレーションとかラグナルクとかあるんだけど、普通に2つのパックを今徐々に出していってるって感じなんだよね。スコーチドアースアベレーションエクステンクションのシーズンパックっていう1つのストーリーのラインで、もう1個がジェネシス1-2で、それ以外がカスタムマップっていうモッドからの逆輸入マップっていう、ここら辺は全部なぞってきてるんだけど、そのもともと ASE になかった新マップで、ストーリーマップで有料 DLC ジェネシスみたいな感じのが出るらしいんだけど、まあこれが多分2026年の冬とかに出るのかなっていう感じなんで、もう途方もない、まあすごいなんか遠くの計画になっているという感じなんで、もうね、まあ現実味がない、マジで現実味がないよねっていうようなところには正直なっております。はいっていうね、そんな流れの現状というところで、まあなかなかですね、ここら辺まで来ると、おお、なるほどというような形にはなっておりますね。はい一応ですね、毎年11月にはチャリティーイベントで、まあ、24時間テレビみたいな感じで Twitch で24時間ねワイルドカードが生放送をします。でその時にいろんな新しいねDLC の情報とか出るんじゃないかなっていう、そのさっき言った、まあ、そのジェネシスの次の新しいストーリーマップの有料 DLC セットが出るっていう、そこら辺の詳細が出るんじゃないかなっていう話だったんだけど、まあ、今回の3ヶ月スパンでアベレーションから起点に3ヶ月スパンで考えると2026年とかじゃん、もうさすがに遠いもうさすがにねっていう感じなので、ここでチャリティーイベントで何の話するんだろうと思って、まあ一応12月に、まあ、この流れでいくとラグナロクが出るじゃん。だからラグナロクの話をするのっていう形にはなるけど、まあそんなにラグナロクの話したところでまあねえっていう、そんな、例えばその以前の例で言うとジェネシス2の時とかはあったんだけど、まあジェネシス2とかはその時 ASE の頃だよ、俺ら知らないマップで新マップで出るから、もちろんトレーラー画像たくさん出してきて、こういう感じこういう感じこういうエングラムがあって、例えばネットガンがあるよ、メイウィングがいるよみたいな、そういったいろんなさ画像と情報がいろいろ出てきて、うおーってなるんだけど、ラグナロクでそれなるかっていうとなんないじゃん。なのでまあそれを考えるとどうもなんかお通夜みたいなあれになるのかなと思って、でもしくは早めるのか DLC を。でもそうなると中途半端に既存マップがまた遅れたりすると思うしっていう感じだから、マジでやばいっていうノリですね。普通にロードマップ出してて、正式なロードマップ出してて全然守らないっていうのの挙句に、親会社からもう3ヶ月スパンで出しますっていう、そんな現状になってますっていうのが、まあ、結構やべえっていうね
そんな話にはなってるんですが、まあここら辺でとりあえず ASA、 まあ比較的今後どうなるかっていうのはめちゃくちゃスローペースでやっていくっていうのがまあ分かったと思うんだけど、1個ちょっと忘れてて、アーク2どうなったん？アーク2今年2024年出るって言うてましたけどっていう話なんですけど、ちょっと分かんない、よく分かんないっていうところで、現状としてはかなりもうなんていうの、ごってごてとごたごたになって、もうなんかいろんなのに手間取っていろんなことに追われて、もう理想の形でリリースとか、まあユーザー数増えてとかならなくて、でもう現状はっきり言ってさ、ASE がユーザーをもう持ってってるっていうか、もうみんな ASA に愛想つかしちゃってるじゃんっていう感じなので、もうなかなか厳しいよねっていうのはあるっていう現状だから、これはマジでもう結構ね、なんかどうするんだろうっていう形で、本当になんかだいぶそのどん詰まりじゃないけど、本当になんかやりようなくないみたいな、どうすんのこっからみたいな感じでブルっちゃってます。はいもうなんかね、スネイルのお財布状況から ASA の人口から、もうなんか絶望的な状況になってるので、俺的にはアークはなんかね頑張ってほしいっていうか、まあ、好きなゲームなんでちょっとねなんかいい感じになってほしいんだけど、アークがね版権がなんか消えちゃったりとかして、なんかもう一生プレイできないとかになるのは最悪だし、開発が止まっちゃうみたいなのも嫌なので、そこら辺とかを考えるとマジでね結構やばいんじゃないかなっていうところですね。金がないから資金回収しないといけないんで、比較的スパン早くマップ出して新恐竜出して、でなんていうの、パイロメンみたいなのってお金を稼ぐとかも必要なのかなと思ったりもしてたので、まあ、どうすんだろうなっていうのでガチでよくわからんっていう形ですね。でアーク2もなんか未発表というか、もうなんかどうなってんのかもよくわかんないし、なんかね風呂敷を広げるだけ広げてなんか全然回収されない、風呂敷めっちゃ広げたけどすげえちっちゃいハンカチだったみたいな全然ちっちゃかったみたいな感じに今なっておりますという感じでですね、なかなかそのなんて言うんだろうな、一応その現実のところを今みんなと共有してるんだけど、結構厳しいよなっていうね、そんな結構きつい状況かなっていうところで、最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてはまず決算が発表されましたと。でそれに伴ってニュースがいくつか出ていて、まずポイントとしてはアークがアベレーションを起点に3ヶ月スパンで新マップを出してきます。でラグナロクでエクスティンクションとかそんな感じになっていきます。でその中でアーク2はよくわかんない。でマップに関してはロードマップがなんか前あったんだけど、それをなんか結構いろいろ修正してやってたんだけど、でなんかドリーもこの間動画にした通り、まあ、なんかディスコードでみんなが見れる場で普通に10月にエクスティンクション出すような形で頑張ってるよ、目標は10月ですとか言ってたのに、そんな決算発表でこんなこと言うのに、その2週間前ぐらいの話だから知らないわけないじゃんそう全体的な、いやこれ無理そうだからこうしようって会社で決まると思うから、なのでむちゃくちゃや登場人物全員むちゃくちゃや本当にって思ってて、もうなんかよくわかんない、カオスすぎて、もう情報も行動も全部がぐちゃぐちゃだからすごくやばいんだけど、とりあえず今正式な情報で分かってるのはアベレーション以降3ヶ月おきに新マップを出しますっていう、それだけこれもちゃんと来るかはよくわからないというところなんで、まあそこら辺はね一体どうなってるのかという形ではあるんですが、まあ、ぜひ皆さんの、ね、ご意見感想を聞かせていただければというところで、一応決算発表があったんでね、また別の動画でまたチャット GPT 先生とね、なんか対話しながら、決算の状況とかお金の状況っていうか、そのお金の状況がもっとやばいのよ、普通に上場廃止になりそうだし、上場してるんだけどね、株価があまりにも低すぎて、で実際に財布にお金もないしみたいな感じでやばいのよ。なので
そこら辺どうなってるのかっていうのも、ぜひね別動画で作っていきたいなっていうので、今日はちょっと速報的にニュースがパッて出て、その中でもそのトピックがあってアークがそういう風になってるマップがっていうのがあったので、みんなとねちょっと共有していったっていうところなんで、ぜひみんなのね感想とかも聞かせていただければって感じで、今日はこんなにしていきたいと思います。え、マジでどうなんのこれマジでどうなんの、本当にやばそうなんだけど、とりあえず今日は震えて寝たいと思います。はいそんな感じで、KTR ゲーミングではアークの動画 ASE の頃からですね、いろんなね動画出してますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価でぜひ応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。